海の上を走りながら周りを走る船に対し燃料や真水の補給が行えます。この距離から見ても補給用のホースがぶら下がっているのがよくわかりますね。さあそして179番のマヤ、174番の霧島、この2隻が海上自衛隊が誇るイージス艦です。さあ皆さん、先ほどご紹介した通りものすごい能力を持っているイージス艦、その1隻あたりのお値段、現像費はいくらぐらいかかると思いますか？なんと1隻だけで1000